くなった。お、はいはい。今度は、すいません、カメラ見る。はいはい、どうされたっすか。あ、はいはい。あ、送ってもらったんで。はいはい。いやでもこのとこ止まってるから。あ、はいはいはい、あ、家がそこなんで。あ、はいはい、もうちょっと別れが、ちょっと免許証かなんかで。いや、いいですよ、大丈夫、わかりました、どかますから。それぐらい察してよ、今お話をしてね、ええ、もう帰るよって時なんだから、もう前筋と母にバイバイって感じなんだから。一応ちょっと身分確認だね、無免許とかじゃないですよね。いや、当たり前じゃないですか、勘弁してくださいよ。こんな車乗ってこんな車、こんな車乗って無免許だったら半端ないでしょ。はい。あ、そう、ちょっとあの執行中だとかなんか、あ、いいですよ、ちょっと確認します。はーい、はーい。あー、大丈夫ですよ、この時間帯もあったんで。こんなところでね、飛ぶ無免だったら飛べないでしょ。あ、なに、110番とかじゃなくて、ただ通っただけですか。お疲れかな。なんだよ、来るの、来るの、よく言うよ、まだ仕事だろう。バレた、まだ仕事だろうな。仕事、8時ぐらいまで仕事しとるわ。神奈川でも言うんすね。俺神奈川でこんなこと言うてもすげえ久しぶりっすよ。いや、あ、違う違う、そういう意味じゃなくて、東京にいるときは俺一輪中おまわりさん寄ってくるけど、神奈川だと別にほら女に寄ってこないから。ないない、大丈夫、やめてやめて、本当に。いや、やんないけど、フルスモークでこんなとこ止まってる車で止まってれば、不審者、あの、不審点半端じゃなくないっすか。いや、でも、だから、いや、神奈川とか俺言われないっすよ、フルスも。パトカーだって止められないっすよ。あの、要は測るのに機械とか。あ、いや、それ分かってる分かってる。測定器ないからとか、そういうのじゃなくて、警視庁はほら、パトカーすぐ寄って、ほら、中って言うけど、神奈川パトカー全然言われないっすよ。言わないっすか。うん。例えば、バカにしてんの。まあまあ。神奈川だとほら、田舎だからさ。一応走ってるとこ見てないから、フルスもお前言わないけど。大丈夫、好奇心だって言ってこないから、神奈川は。本当に、で、はい、だ、ダメ。はい、お願いします。はい、ご苦労様です、すいません。あの、フルスもっていうだけで、はい、ね、そうそうそう。80% ぐらいだから。東京だからもうまず下げますよ、パトカーいたら。だから、まあ、あの、はい、すいません、ご苦労様です。はい、ご苦労様です。どうも。結構お前さん来たら気づいたの。一回通りましたね。あ、本当は。あー、そういうこと。目開けてたんだ。全然俺気づかなかった、夢中になってたもん俺。いや、そうじゃなくて、光ったら気づくでしょ。いや、ほら、俺、俺うつ伏せだったから。だよな、お前よな、邪魔しやがってよ。すげえ恥ずかしかったよ、今、見えてないけど、何してたか見られてないけど、すげえ恥ずかしかった、嫌だったよ。すげえ恥ずかしかった、マジで。今、服可愛かったね。嘘ですか、お前が一番だよ。ね、はい。彼氏が家に待ってるいねえことで知ってるわ。わかんないじゃん、いるかもしれない。見たら行っちゃう、うん、見たら行っちゃう、見たら気にしてんの、それな、それな。コーヒーの匂いがちょる飲んだから。びっくりだ、すげえ恥ずかしい、超恥ずかしかった、マジで。一瞬して真っ赤になったもん、マジで。本当に警察とか言って言われてさ、どういったの、裏がいたの。ほら、タンプレイヤー。おー、いや、タンプレイヤー渡さなきゃ渡さなきゃってずっと思っててさ。ありがとうございます、あ、嬉しい。じゃあ、はい、ハグして。うん、はい、もうやろくてあんま思ってて。はい、大丈夫、大丈夫、またお前さん来ないですよ。いや、渡そう渡そうと思ってたんだけどさ。いや、嬉しい、ありがとうございます。泣いちゃった、ダメだがね、そう、何見たけど。おー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 、タンプレイヤー、タンプレイヤー、大したもんじゃないけど。いや、いや、脱毛器も調べたんだけどさ、あいつ言ってんのどれかなと思ってさ、よくわかんなくてさ。だからいいね、またそれ暇の時なんかどっか見に行けん。お前らほんと焦ってんの、あれね。え、だってあれさ、ぜねえ、俺見えてないからいいけどさ、あれ見えてたらあれひどいよ。やっぱ声かけんのかな、ああいう時でも。もしこれか、かけないでしょ、かけないよね、かけない。おおおおみたいなね。いや、見なかったことない、見なかった、絶対なるよね。ね、びっくりした、これ。ほんと、ここ、ちょっとね、でも俺思った。あのね、場所はね、ちょっと考えた方がいいなって今度思った。
だって俺だってほら言ったじゃん、元カノンちゃんもうその裏じゃん。うん、そうですよ。もうそれね、元カノでもトライアングルだよね、うん、ねえまあ、うん、ねえねえ、うん、そうだからそれはいつも思うよ、うん、はいね、じゃあそういうことでね、タンブルもねちゃんと渡したしね、いやね、海行って、あ、公園行って、海行って、いやあれも結構行ったよね。行きましたね。おかげさまで寂しくなかったです。海のが綺麗、あ、海じゃねえ、お前のが綺麗だってなっちゃってね。びっくりしちゃったな。ねえ、うん。どうした？いや。もう本当もうここ止まってるともうおまわり気にしなきゃいけないのよ。おまわり気にするか、俺の元カノ気にするかね、彼氏気にするかなっちゃう。そうだよ。あ、やつだよ。いやでもね、これ結構やってること鬼畜だよ。元カノだって俺の元カノんちゃうそこで、彼氏んちゃうそこで、うん。車で何やってるって話だよね。ただおまわりもね、最初あいつ一人だと思ったの知ってる？俺がこうやって開けてさ、あ、どうも何やってんですかって言った時に見えてなかったの、こっちほら暗いから。で、なんかこっちを見てそっち見て、あ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 みたいな顔をしててた、あのおまわり。マジ笑ったあのおまわり。やっぱそれで見えてたら声かけれないよね。ね、車でやんのやと思っちゃうよね。ね、ね、まあね、タンプレも渡しましたしね。はい、じゃあ明日ね、ナイトプールね。ああ、もう関係ないでしょ、もう生理だって関係ないでしょ、あの子。連絡する。あのせいちっちゃい子。します。うん。え、だからあの二人は、だからもしナイトプールだったら、台場集合なのね。多分、台場なのかな、わかんないけどね。ああ、そもそもね。うん。うん、まあ、連絡します。いや、ナイトプールたまらんな。だってあの子、超エッチの来てくるって言うんでしょ。うん。なんで、ね、どうしたの、ね、ね、あなた本当にこんな元カノんちの下でこんなことやってる場合じゃないよ。俺本当に彼氏んちの近くでね、で笑っちゃうよね、本当鬼畜だ、クズだ、クズ。今日はさすがに帰ります。はい、じゃあね、ナイトプール、うん、あ、ごめんなさい。あ、もうちょ、待って待って、いいよ、うん、じゃあ、あれ、さよならの9は、外。どんなさっきなのおまわりよ。本当よ。察しろよ、本当見てよ。マジで、すげえ焦ったわ。いや、明日ナイトプール行くんすよ。それじゃあたまにはこれ話しとかあれどこ行っておるけど。そう、明日ねナイトプールね。いや、たまらんでしょ。その一人さ、もう一人の子が。超エッチーなんか服、なんか水着買ったっつってたの。それ見るしかないでしょ、行くしかないでしょ。いや鬼畜でしょ私ね、よく、そうそうそうね。じゃあ思い出した、じゃあ家帰るまで話しとく。そう、よく来る、あのさ、なあれ何なの、いつもいつもデリヘル嬢のお迎えご苦労さ、送りご苦労さまですって来るんだけどさ、あれ気狂ってるよね、本当に。あら、いや、俺最初何言ってんのか全然理解できなくてさ。要は俺がこうやっていっつもいろんな女と遊んでて、いっつもいろんな女をほら動画に載せてるわけじゃない。本当に。だからそれはなんかいつまかなんかデリヘル嬢になってるらしいんですよね。そもそもだよ。じゃあ1万歩譲ろう。1万歩譲って、じゃあデリヘル嬢だったとしよう。1万歩。ね、譲って100万歩譲ろう。この車で送りしねえだろ、そもそもが。もっと燃費いい車使う。本当に。ね、抜けるよね。本当に。お前らなんてよ、その風俗時でも多分相手にされねえぞ、お前ら。本当に。抜けるよね。いやーね、そう、あの、そう、今のね、あの、あれがね、今日誕生日だったんでね。そう、港の見える丘公園行って、辻堂行った、鎌倉行って、辻堂行って、湘南行って、あ、違う、その前焼肉行ってたんだ。そう、お、なんだ、太ももが、太ももオールで、この人体制みたいな。うん、いや、ひどいよね、本当に。
今のね、今のも人大生、俺元からも人大生半端ねえよね。そう、どうぞ。で焼肉行って、で、そう、さっきここで話してて、あ、そうそうそう、それで思い出した。さっきね、そう、港の見える丘公園から辻堂じゃねえや、首都高山下で乗るときにさ、すっげえバイクの子が見ててさ、あれ絶対リスナーちゃんだよね。ね、左ずっと本部の前走ってるとき、脇道、赤レンガのとこ、あれ絶対そうだよ。もしこれ見てたらごめんね、あの時、あの時さ、今、まあ、あの時、今だけどさ、今、さっき3時間前ぐらいだけど、そう、女がいたからね、無理だったの気づいてたのよ、ずっと。ずっと見てたから。で、俺が山下湖、本部の前左曲がるときに、プープーって一回鳴らしたら、その子が後ろ振り向いたのよ。そう、だから絶対そうだなと思ったけどさ、まあ、多分あの子も多分それ気使って声かけなかったのかなと思って、すげえジロジロ見てたからね。ほんとにさ、まったく、うん、あ、焼肉はね、あのね、六本木の麻布の有限亭行ってたんですよ。食いすぎたわマジで。とマジでウケるよね、ほんとに。ああいうコメント、なんでそんな発想くんのかなと思ってさ。で、あとエアー電話とかさ、な、俺いつも電話してんだけどさ、もうあれがエアー電話になってんだよねじゃあ何かね、今のもエアー女子かね。いや、だってさ、ねえ、それする意味ねって話じゃん。ほんとにウケるよね。で、そう、麻布行って、で、ホテル行って、で、そう、帰ってきたの。で、帰ってきて、さっきあそこで一回家に荷物を置くっつってて、まあ彼氏ん家なんだけどウケるよね。で、そん時にさ、またムラムラしちゃってさ、ほんとにさ、あの、さっきのお前さ、あっみたいな顔しててさ、あの、かわい、あの風景かわいかったな。俺も特殊警棒もう隠せなかったよ、ほんと危なかったよ。ほんとにね、このセルシオのね、4.3V8、ね、V8 気筒がさ、1気筒追加になってたよね。気筒の木がちげえけど。カメだけど、はい、すいません。ほんとにね、マジでみんなウケる。聞いてる聞いてる、聞いてねえわ全然、うん、笑ってるわ。じゃあ俺お前と同じレベルで話してやるよ。あ、お前いつも見てる見てる、ほんとにね。いやマジでさっきムラったわ、久しぶりに車でやったわ。だってズボン履いてねえんだ、女なんてもう上着しか着てねえんだから。ウケるわ。 でこういうこと言うと多分あれでしょ、金がねえとか始まるんでしょ。金いっぱいあるわ。もう今日だってもう何十万使ったか分かんない。あのね、そう、女はね、金と時間使ってなんぼだからね、本当に。これも今ね、 3時なんですけど、朝のね、今日またこれ睡眠時間2時間ぐらいで、で、あれでしょ、で、明日帰ってきてて、うん、あのナイトプール行くでしょ。明日精子出るかな、これ。ほんとにさ、マジでウケるよね、あれ。デイル城の下りが一番笑ったわ、本当に。最初本当に理解できなくて、ああそういうことねと思って。逆にそんな女いないやつおるんって話だよね、本当に。ちょ、俺本当ダメなの、俺本当鬼畜でね、俺もうあだ名がタンポポ野郎でさ意味わかる、うん、分かんなかったらいいよ。そう、本当タンポポ野郎でさ、別に彼氏とか旦那はちょっと嫌だな。いや、ほら金が発生するから。で、さっきもほら彼氏来たらどうするって言って、女帰り口だよ、ほんとだよ、上等だよ、帰り口にしてやるよ。俺ほんと鬼畜なんだよ、ダメなんだよ、ほんとに。で、今あいつので明日ナイトプール行くんだけど、それまた友達がさ、一人超可愛いんだよ、背低い子が、すっげえ目可愛くてさ、俺目フェチでね、そう、すげえ可愛いのよ。いや、ワンちゃんって話じゃんねえ。そう、ただそんなに女と俺が遊んでんのが不思議かねと。なんでデリヘル城の送りって、なんで俺デリヘル城になったの。だったらこの車のセルショーで死ねえよ、もうなんかプリウスかなんか買うの、なんだあいつねえ。ほんとにマジでウケるよね。だ、じゃあ今日は女ネタ話してる、そこの家まで。お、パトカー来たで、そう、何なんだろうねあれ。あれ210系？一般道事故多発路線です。この先一般道その他待ち伏せエリアに注意してください。あとなんかよく変な米くんだけどさ、どうやったら
モテますかってよく来るんだけど、それ聞いてさ、モテたら苦労しねえわって話じゃん。だからそれ俺言ったのよ。それ聞いてるよじゃ一生モテないよって言ったらさ、一生は言い過ぎだと思いますって来てさ、笑っちゃったわ俺。いやそうでしょね、人に聞いてモテたら苦労しねえわ。待った、ちょっとこの女続きの歌でちょっと俺すげえ今聴きたくなった曲がある。あれ210系かな。でもあのグリルのあれ LED 的にあれ210系でしょ。ちょすげえ聴きたい曲できた。まあ210系だね。お、ジラタイだね。見つめてる出会った日から今でも。みんな言った今、言った今。事故多発エリアです。いや、ちょ、それが言いたかっただけなんだよ。言ったちゃんと今、ずっとって言った今。でマジでウケるよね、本当に。あの楽器動画もそうじゃん。マジでウケるわ。もうどうでもいい、もうやらせても何でもいいや。もうそう思ってんだったら一生思っててくれ。本当にそれ本当鬼畜なんだよね。俺普通にだって友達に妹とか手出すからね。いや普通でしょ。だって可愛いのはだってやっといて損しないからね。いやマジで。あと彼女の妹姉ちゃんとか普通に手出すもんね。え、はい、もう一回ね。だけ見つめてる出会った日かな今でも。これいい曲だよね。そばにいれば。いやー本当にね、どうやったらモテんですかって俺笑っちゃったよ本当に。あれ何を言ってんだと思ったもん。ちょ、もうこの歌飽きた。もう大黒摩季飽きた。いやなんか今ちょっとそれが来たかっただけなんだよ。望むから、この歌だから俺が中1の時だっけな。スラダンポケベルだからね。知らないでしょ今の子。米にってね、あれポケベル持ってるやつがそもそも電話しなきゃいけないから。ほんとに笑ったわマジで。そうだからね、女ネタの動画を上げるとねすごいね。ねえ、ひがみ、ねえひがみのあれが、ひがみ、ねたみ、そねみ、つらみ、全部ねえ、ちょうだいちょうだい、もっとちょうだいって感じだよね俺からしたら。お前らのそのね、それを全部いただきますって感じだよね。毎度ありって感じだよね。この先、あ、タンプレだね。あ、ちなみにね、あれね、あいつがなんかプラダのバッグが切ってたから。あのね、ちょっといや、そこのね、あの上げたとこカットするから。あの、うん、ちょっとあの、うん、あの、うん、泣きそうになってたから。あ、女かな、俺じゃねえよ、俺は泣かねえんだよ。マジでウケるわ本当に。いやいや、ちょっと俺ちょっとワンチャンドライブ行ってく。ごめん。なんだああいう発想が出てくんのかな。いやコメントの何でもそうだけどさ、ねね、何の動画にしてもそう。もうお前らの思ったことは全部そうじゃん。ね、だからもう奴らの中でなんか俺デリヘル嬢のお迎えなんでしょ。オールモードに切り替わりました。デリヘルじゃん、いかんね、デリヘルなんていかねえわ。もったいない。だって2万3万ぐらいするじゃん。この2万3万あったらね、こうやってね好きな女に使ってやった方が全然頭いいんだよ。でお前らだって金出しちゃって女と遊べねえだろ。ウケる、ウケるんですけど。あ、信号がなっちゃった。いやー焼き肉うまかったね。久しぶりに有限って言ったな。ね、肉は焦がしても恋は焦がすなってね。ね、すいません、なんでもないです。だからいいじゃん。だからその子たちはその子たちのさ、ほらなんかキャパなんつうのか、ほらそういうのがあるわけじゃん。だからその子はその子たちの世界しか生きてないんだからさ。だから俺なんかの生き方が多分理解できないと思うしさ。ねえ、って話でしょ。なんでだろうね、なんで女の子連れてただけでそんなデリヘル嬢になってんだろう、ね、あ、デリヘル嬢、デリヘル嬢の送りになってるんですよ。そもそもだよ、その、なんだ、あ、あとなんだっけ、そう、それの女続きで思い出した。コメントで来ててさ、ほら、俺がよく言うじゃん、あの、女いる時に声かけないでねってよく言うじゃん。ね、そしたらなんかそれに対してコメントが来ててさ、お前あれだろ、だからデリヘル嬢と遊んでて、
なんだっけな、もう結構前に来てコメント来て忘れちゃった、なんだっけな、デリヘル嬢と遊んでて、それデリヘル嬢に YouTube のことがバレたらお店に怒られるからダメなんだろうとわけわかんないこと来ちゃってさ、いやいやいや何を言ってんのこの子はと思っちゃったよね、本当にびっくりした、マジでもうね、話してる、あー嘘だろ、話してるもう内容が理解できなかった、本当にもうそういう体でなっちゃってんだよね。そうでね、そうほらデリヘル嬢バレたらあれなんだろっつってさ、もうすげえじゃんこの小僧たち。そうでだデリヘル嬢を連れてて、そのデリヘル嬢たちに YouTube のことがバレると、なんだっけ、デリヘル嬢とし、デリヘル嬢の送りの後にデリヘル嬢と遊んでんのがお店にバレて怒られちゃうからとか、なんとかわけわかんないことが書いてあってさ、びっくりしちゃったよ俺本当に、何言ってんだろこいつはと思ってさ。なんだあのおばあちゃん、乳母車押してたの。もうその発想に俺はもうね、もう万歳だ。この先一般道、その他の駐車エリアに注意してください。本当にね、どこ行くのドライブ、もういいや、もうこれドライブもう動画やめる、もう疲れちゃって、いやもうね、起きれなくなっちゃうし、ほんすごいよね。だからもう女ネタの動画上げると面白くてさね、いや絶対信じられないと思うよ俺なんかの生き方は。だって俺一人の人愛せねえんだもん。だから世の中でさ、一人の人を愛してる人たちって俺すげえな、絶対に嘘だよ。いや無理だ、それがチャンスがないな、ノーチャンスなだけでしょ、本当に。でチャンスがあればだってみんな行くでしょね、本当に絶対行くってね。いや私彼氏しか愛せないって言ってる女だって俺もう何人もやってきてるのって言うと多分コメントで来るで、デリヘル嬢だろってウケる、本当にマジウケる。で男もそうじゃん、もう家内しか、家内と言わねえか、奥さんしか愛せないとか言うわけねえから。じゃあね、じゃあね、例えばの話ね、お酒を飲み行きました、まあ俺酒飲まねえから分かんないけどさ、なんだよこの信号が。お酒飲み行ってさ、まあまあね、そういうバーでも、まあバーかバーとか行ってさね、例えばの話さよ、ね、隣でさ綺麗なお姉さんが酔って飲んでて酔っ払っててさ、まあ意気投合して飲むようになりましたって、そしたらそれでさね、いいちゃんね、いい風に言ってってさ、そこ逃すかねそれ。いやあのね、つつもたせとかじゃなくて普通にもうそういう出会いの一環と考えてさ、無理でしょ。うん、もし俺既婚者なら指を外すわ。うん、指を外す、絶対行くでしょ。でその奥さんがどういう奥さんとかわからないして、縛りはつけないけどさね、すごいじゃあタイプの女の人がさね、意気投合しちゃってさ、ね、お兄さん私帰りたくないのなんて言われちゃった意味は、はい、いただきましたって感じでしょ。本当に、いや行くでしょみんな。じゃあ行かないやつおるって話じゃんって思わない？よく言うよみんな、偽善者がよく言うよ本当に。もう俺なんてあれだからね、惚れた女は星の数、愛した女はお前だけってみんなに言うからね本当に。そうね、もうマジでだってみんな好きなんだもん。だから俺はね、だからそのあの A ちゃんね、うん、A ちゃんは A ちゃんの好きなとこがあって、あこれ神奈川県警本部ね、これで B ちゃんは B ちゃんの好きなところがあってさ、で、C ちゃんは C ちゃんの好きなところがあって、で、当然 A ちゃんがないものは B ちゃんが持ってんだよね。で、B ちゃんがないものは C ちゃんが持ってってさ、なんかすごい、あの、均衡が保たれてんだよね。そう。って思うのよね。あ、ちなみにね、そう、さっきのそのバイク言ってたの、ここ。この交差点、これを左の赤レンガの方から俺来たのよ。この赤レンガの方から来て、あれ？あ、そう、赤レンガの方から来て、あ、赤レンガの方から来て、これ右側。だからそう、俺がこうやって赤レンガの方から来たのよ、さっき3時間ぐらい前んで、もうすごい見てたから絶対そうだと思って、でまあ俺はここで左曲がったのよ。そう、ここで俺は左曲がって、でその子はまっすぐ行ったのよ。
まっすぐ行ってさ、俺左曲がった時にプンプンって鳴らしたらさ、はっつってすげえ振り向いてたから絶対そうだな。もしその子この子動画見てたら、ごめん、本当にごめんね、気づいてました、ずっと気づいてた。赤レンガのコスモワールド、コスモワールドぐらいで横突かれた時に、そのバイクの少年じゃないかな、二十歳大学生ぐらいかな、の子が俺の左前に着いた時にさ、俺のナンバープレートを見て、補助ミラーを見て、俺のフロントガラスを覗き込んできたのよ。もうその瞬間もう鉄板だなと思ったもん。で、ずーっと、ジョイポリじゃねえや、ワーポの方からずーっとぐるーって来てて、ここまで来てて、で、あの行動だったからさ、もう絶対そうでしょ、って。もう、もしこの動画、その子見てたらごめんね。今日ね。まあ、この動画いつ出すかわかんないけど。3時間前。ごめん、ずっと気づいてたんだよ。絶対あれはもうリスナーちゃんだと思う、本当に。間違いない。リスナーちゃんじゃなかったら、あれはもうね、あれ暗殺者だよ。狙ってんだろうな、と。だって、もう、あいつもすげえ、いつも、ねえねえ、なんであのバイクの人、すごい見てんの、こっち、つって。すごい、あ、スケさん、かわいい。おい、嘘だろ、おい、めちゃくちゃかわいいじゃねえかよ。ちょっと制圧してくんねえかな。さっきのお巡りさんもかわいかったな、あれ。な最近、スケかわいいの多くね。これどこまで来ちゃったの、これ、ごめん、俺、左行くわ。いや、今のスケかわいいな。そうそう、で、ごめんね、もう、これ見てたらごめん、いつ出すかわかんないけど、気づいてました、ほんとすいませんでした。ちょっと、女子がいるんで。そう、あ、で、そう、女子の話ね、そうで、なんで女子がいるときに知りたく、YouTube って言われたくないかっていうと、だから、先に言っとくね、アンチ君たち、そのデリヘル嬢とか、そういうのじゃないですから、まずね、私たちの女の子は。ね、みんな、さっきのやつ女子大生だから。もうさっき言っちゃっても人体だから、で俺のその前の女もね人体でさ、さっきも言ったけどさ、もうなんで家近いかねえと思ったもん。で彼氏んちもあそこでさ、今の女の彼氏んちがあの人体の奥の方行ったとこで、その俺の元カノマッチの人体の逆側の方でさ、本当にさっきすげえハラハラドキドキしたよね、本当に。これバレたらどうしようと思っちゃったよね。でワンチャン 4P だよね。そうで、なんだっけ、もう眠いんだよ。何話したっけ、あれ、これなんでさっき流れたの、また流れたの、もう最近ぶっ壊れてんの、これ。なんだっけ、なんだっけ、あ、そうそうそう。で、だから、なんでバレたくないかっていうと、もういちいち言うのがめんどくせんだわ。そう。いや、YouTube 俺やっててさ、こういう動画出しててさって言うのがもう、くだりがめんどくせんだよ。わかるか、なあ。だったらやめちゃえばいいじゃないですかとかすげえコメントくんだけど、バカか、お前は、ほんと。黙ってろ、お前。ママのおっぱい吸って寝てろ、ほんと。そう。それはなんかほんとめんどくさい。だから同級生とかさ、同級生の女とかはさ、知ってるからさ、いつだか五反田で話しかけられた時も対応したけど、いや、多分さっきの子もそう察知してくれてたんだと思うんだよな、多分あれは。多分。で、これでどうしよう、ほんと、ね、それ、リスナーちゃんじゃなかったんで。それ受けるよね。そう、だから、めんどくせえじゃん、いちいち。で、俺嫌なんだよ、そのさ、同級生とかもさ、すげえ腹が来た、焼き肉食いすぎた、あかんぞ、これな。そうで、嫌なのよ、そう言われんのが。後輩とかもさ、 YouTube 見てよとか言って、すっげえ、いや見てくれてんのは嬉しいんだけどさ、率直に恥ずかしいんだよね。ねえ、ほんとに。この先一般道左方向に警察署があります。ねえ、本当に。まあ今日は女ネタでいいよ、なんかやっとるね。レッカー受信しました。そうね、まあいいですよ、もうアンちゃんたち何言ってもいいですから、もうどんどんもう勝手に言っててください、もういいです、本当に。ね、これだけは一ついい顔よく聞いとけよ、お前ら。聞いてる聞いてるとかよく言ってるけど、聞いてねえわ、全然聞いてねえわ、本当に。全然へのカッパですわ、本当に。あれさっきのバイコゾーたちじゃない、ちげえ、またちげえ、あれ単車だ、全然聞いてねえよ、ほんとに。ほんとすごいよね、もうどこの世界のアンチでもそうだけどさ、もう思ったことが全てなんでね、アンチたちってね、すごいよね、ほんとに。ほんとマジでウケるな、ほんと。とりあえずね、腹が痛い、ちょっとこれはあかんぞ。ほんで俺今ね、3時23分で出てるでしょ、あのこれ見える、今映ってる、本当にマジでウケる、もう本当、これは声をね大にして言いたい、本当に。何がデリヘルジョン、バカか、
よく考えろ。普通に考えてうんなきゃねえだろ。よく考えろ。お前のその少ない脳みそで考えてみろ。解けるよ。そんだ、そうそう、だからどこの世界のアンチでもそうだけどさ、もうアンチたちが思ったらもう絶対なんだよね、その人たちの考えは。もう私負けないって感じでしょ。そういうことでしょ。だそんなこと全くねえんだよ。あ、嘘だろ。そんなこと全くねえのにさ、ウケるわ、ほんとに。なんかね、面白いなと思うよ、見てて。すげえ腹いて。あーで、なんだっけ、なんか女で言ったことある。あー、俺大好きしちゃった。これ今何分ぐらい話した？ 10 分か15分ぐらい。あんま投げたらまたみんな見てたね。あと、そうだから、そう、女ネタで言うけど、だからそのガッキーの動画でもいろいろ来てたけどさ、ね、お前いい年こいてとか言うけどさ、ね、別にいいじゃん。だから君がそれしたくないんだったらそれしなきゃいいじゃん。いちいち俺に押し付けんじゃねえよ、この野郎ね。あらやだ、おほほほほ、ちょっと言葉遣いが悪くなってしまったわ。だ、話じゃん、くだらねえ。お前の意見なんてどうでもいいわ。俺いつもでそれを言うて、俺がなんかコメントをさ、たまに返してあげんじゃん。そうするとさ、だからお前は人の意見聞かねえから叩かれるんだよ。バカかよ。なんでてめえらのよ、いちいちくだらねえよ、なことに付き合わなきゃいけねえんだよ。もういい加減いい歳なんだから女遊びやめた方がいいんじゃないんですかって言われたことに対して、なんで俺が、ああそうだね、やっぱいい歳だから女遊びやめた方がいいよね、結婚して俺ももうなんか一人のマイスイートハニー見つけた方がいいよね、うん、ありがとうって言わなきゃいけねえのか、バカだな。いい加減しろって。ねえ、ここはなんか意見を述べるとこであってコメントするとこであるから、コメントするのは自由。いや、だから自由なんでしょ。だからそれに対して俺はコメントたまに返してあげるじゃん。ね、ウケるよね。でいいか、お前らのそういうのもね、養分になってんだよ。そう、マジでウケるよ、ほんとに。なんなんだろうな、ほんとに。そんなコメントいっぱい来んじゃん。なんかあれ、名前なんて言ったか忘れても見てねえよ。ね、いい年こいてってさ。だからいいじゃんよね。あと、あの、この間の葉山の動画上げたじゃん。そう、まあ、あの葉山の動画も、あれ葉山の動画はね、あれ今年の動画じゃないんだ、あれ。どんな反応すんのかなと思ってさ、あれいつだっけ、あれ4年ぐらい前に上げたやつなんだよね。それをもう一回さ、編集して送ってみたんだよね。アップしてみたんだよね。そしたら、まあ案の定思った通りの反応来て、本当にお前再アップしてネタがねえのかって思ってさ、もうすぐ、そう、ちょっとでも動画上げないとネタがねえのかとかさ、ごめんね、いつも心配させちゃってね。そうだよね、君たちいつもパソコンの前で待ってるんだもんね。ごめんごめん、すまんすまん、もっと気使うべきだって。そう、あれはね、そう、森戸海岸のやつはね、あの再アップなんだよね。うん、そう、だから楽器動画に気づきながら、ちょこちょこ俺最近そういうの女ネタあげる、面白いからあげてんだけどさ、だから俺今ワンチャン葉山あげたら、葉山じゃねえ、森戸海岸あげたらどうなんだかなと思ったら、案の定思った通りの反応きたわ。あと、あれこれ再アップですよね、あれ何なんだ、あれ言わなきゃ気が済まないのかな。いやいや、言わなくても俺が一番分かってる。だって俺がアップ主なんだよ、ってお話じゃね。お腹が痛い。じゃあね、これね、ちょっとね、私今日の朝飯買わなきゃいけないんで、例のサンクスね、サンクスにね、と面白いよね。いやー、あかん、わしゃナイトプール楽しみだわ、ほんとに。って言うと、またデリヘル城と行くんだって始まるんだろ。だから女3人で遊ぶとか絶対ありえないんでしょうね、そういうこと言うやつらは。だってエッチビキニ買ったっつったもんな。いや、一人おっぱいでかくて、その子ね、背高いんだよ。 俺と同じ77っつったもん。そう、 あとさ、おー、77で思い出した。俺たまにさ、ほら、このサンクスでも俺後ろ姿出すじゃん。うん、こいつで、なんかコメント来てさ、お前絶対75ねえだろとか、あ、75じゃない、77ねえだろとか来てさ、いや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 と思ってさ、うん、ね、どうしたその発想はと思って、なんか、メジャーかなんか、あれ、なんかさ、スタッフって呼んでスタッフ持ってきたのかな、あれ、思わない？いや、それはね、いや、俺とさ、ね、街中で会ってさ、なんだおめえよ、77もねえじゃねえかよとか言われてんだったら分かるよ。で、しかもそいつが 俺より高かったら、だから80ぐらいある人がさ、なんだお前77ねえだろそれとか言われてんだらね、まだ分かるまである、本当に。じゃなくてさ、動画で見て身長なんて分かるわけねえだろ、バカがよ、本当よ。
何言ってんだよと思った本当に。いや俺77あるわ本当に。面白いよね本当。なんか話すことある、話すことある。いや俺サンドイッチ書いてんだよね。うわ、なんか話すことあったっけ、女ネタ面白いなかったっけ。すげえすげえかわいいパンツがいやでも俺今日4発やって。うん、もういいよ何でもいいよ、もうまたちょうだいちょうだいちょうだい、もっとちょうだい。そういうの本当に面白いから。お前らが思ってる以上に俺ね全然聞いてねえから本当に。だから俺がだからなんだろう、俺の手のひらで踊らされてんだよねそれは。なんかお前らの中ではね聞いてる聞いてるとかよく来るけどさ、うん、もうね動画見てるんだからお前ら、もうその時点で負けなんだからね。本当にさ、もうないね話すことね。ねもう3時半なんでね、ほんと無理で俺死んじゃうよ。あ、うん、まあいいや。あとね、ほら今ちょっと今コメントチラッと見たんだけどさ、なんだっけお前いい年こいて、なんなのこれ。お前いい年こいてこんな曲聴いてとかさ、いやだ曲に年なんてあんのかよ。遅咲きの陰キャだなとか言ってさ、遅咲きじゃねえよ。いやむしろもう落ち着いたわ。おすごい、ほらもうコメント超来てるもん。もうすごいよね。もうだいたい今度目通してもう終わりだから。であとそう、この間も来てたのがさ、なんだっけな、このねコメントが来てさ、いろいろあの承認承認承認って連打してくんだけどさ、たまに承認されないやつがあるみたいなんだよ。うん、だからそれを、なんでおめえ承認しねえんだよみたいなこと言ってて、いや承認しましたよって言ったんだよ。そしたらお前、俺ログアウトしてみたら、なんか4つ、5つコメントして、ログアウトしてみると、5つあるんだけど、自分のアカウントで見ると4つしか表示されねえんだよ。なんかわけわかんないこと書いてあって、すごいよね。もうログアウトしてまで確認しちゃうんだぞ、俺の動画のコメント。はい、お疲れちゃんです。ありがとうございますね。ほんといつもいつも。はい。ちょっともう私も帰ります。すいません。あのサンドイッチ買って、はい、さよならです。 ships, そういうことでね、はい。暑いな外、これどうしたのこれ本当に。これなんかね、マジは毎日雨降りすぎじゃね。すごいよね、8月入ってから全部雨降ってない。え、降ってるよね、降ってるよね。だってもう815のあの終戦記念日もあったけど、何しに行ったんだろう、警官にぶん殴られてな。いや見てこれ、ほんとすごい暑い。これだってこれ夜だけど、下手したらワンチャン熱中症あるよこれ、ほんと。はい、すいません話長くなりました。じゃあお疲れ様です。サンドイッチ売ってねえしね、くそ。いやマジあっつよ、ほんと。もうどうする、さっき終わらすつもりだったけど、もうちょっと話しとく。マジあっつ、ねなんだっけ、さっき何話したんだっけ、忘れちゃったよ。うん、てかね、そう、あとね、さっき今コメント見てたらさ、 GPS を装備しました。なんだっけいやほら動画一年中出すわけじゃないじゃないですか。で、動画出さないとネタ切れか、お前とかよく来るんだけどさ。いや、別にネタ切れとかじゃなくてさ、なんか、なんか面白いなと思うよね。すまん、ほんと心配させてすまん、わざわざそこまで。な、ほんとにすまん。あ、じゃあいいや、さっきの大黒巻き続きで、ちょっとそんなお前らアンチに、ちょっと、こんな曲を送ろう。あったっけ？これ入ってたよな。いや、ほんと面白いよね。いや別に動画出す出さないは自由じゃん。あ、ちなみにこれ、あれね。いやすげえ、この晴れだってきた。これすげえ晴れだよ。これちなみに今日これ8月19日ね。うん。日付が変わって19日ね。だから、実質8月18？日付変わって8月19になってる。うん。ほんとに面白いよね。
だって嫌いな、俺これよく言うからさ、なんで嫌いな人の動画わざわざ見んだろうと思わない？もう俺はもともと人の YouTube を全く見ないからなんだけどさ、絶対俺だったら見ないけどね。でわざわざ見てさ、なんか批判コメするんでしょ。もう結局なんだかんだ言っていつも見ちゃってんだからさ、ほんとにね、あざすって感じだね、ほんとに。あとなんだよ、よくさ、あのさっき、まあ、さっきのあのワーポンところで話したけどさ、もう余計なお世話なんだわ、そのお前らの意見は。そのさ、もう一番今までの本当は、さっきもほら、なんで女ネタの動画をよく上げるようになったかっつったら、それが面白いから上げるようになったわけじゃん、反応、ギャー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 されちゃってさ、その、なんだっけな、その楽器の動画で、これいい曲だよね。もうこれね、アンチたちに送るよね。元気出して、その元気出してたんだよね。ちょうだいちょうだい、そういうのもっとちょうだい、ほんとに。そうそう、でだから要は女のね、さっきも言ったけど動画上げるようになったのはもうすごいじゃん、アンチたちの米が。でそのガッキーの動画を境にさ、すごくなったんだよ、その女への対するそのコメントが。だから今日この女の動画を出すようになったんだけどさ、まあ面白いよね。でそのガッキーの動画の米でよく来たんだけどさ、なんかほらね、そういうのもうやめた方が良くないですかとかさ、いい年こいてナンパ恥ずかしくないですかとか、いや別に関係ねえじゃん。いやしょうがないんだよ、もう俺もずっと生まれた時からこうだから、生まれた時からじゃねえか、タイガーウッズと同じ病気ですねって言われて、それでも構わない。全然、いやむしろオナシャスって感じだって、セックス大好きじゃんねえ。なさっきのあの甚大な女だってさ、ね、彼氏より気持ちいいなんて言われてたらさ、ね、本当に、なんか擦れてすごい気持ちいい、どうしようこれなんて言われてってさ、それは燃えるでしょう。ねえ。ほんと俺女大好きだね。ねえ。ほんと面白いよね。ねえ、さっきも言ってる、それなんか風俗嬢だな、もう一緒言ってろや。忘れないで、ほら、ちょっと忘れないで。だから、風俗嬢じゃねえから、全然。ほんとに。もう別に何でもいいけど、まあ、風俗嬢と思ってたら思ってりゃいいんじゃないですか。ねえ。ほんとにさ、だその、いちいち人にさ、その、君たちの意見を押し付けるのはなんでかなと思う。いや、その、さっきも言ったけどさ、ね。あんまこれ話すと長くなってて、もう眠いんだもん、これ。また帰って寝ないとさ、私たちナイトプール行ってさ、ねえ。たまらんでしょ、ナイトプール。なんかお台場って言ってたけど、もしかしたらニューオータニ行くかもしれないですよ。でもニューオータニ一人女働いてんだよね。いつだかの SP の2係のやつでさ、迎え行ってんだよ。まあいいや。ねえ、たまらんでしょ、もう。ねえ、特殊警棒もう4段ぐらい行っちゃうよね、3段じゃなくて。そう、なんでいちいち人に意見を押し付けんのかね。いや、それだからコメントはね、いいよ、自分の、ねえ、なんつうの。元気出して、いい曲だよね。走り抜けて星より輝いて、星より輝いてるってさ。そうだから、いやだからね、コメントだから言論の自由とかよくわかるよ。だそうじゃなくて、何度お前らにいちいちさ、それを言われてさ、なんだろう、わかる。いや別にいいじゃん、俺の動画なんだから、俺が勝手にやってんだからさ。だからね、君たちがいい年こいてナンパとかさ、あとなんだっけ、この間の森と海岸の動画でもさ、なんかすげえ変なキッズが騒いでたけど、いや、お前よりもっと楽しいこといつもしてるよって。いや、してんならいいじゃん、全然構わねえ、ほんとに黙れよ、ほんとに。いや、結局なんだかんだ見てんのお前らなんだから、ウケるよね。そう、なんだかんだ言っていつも見ちゃってんだから、マジウケるよね。元気出して、ほんとにめげないで、マヤミキになって、マヤミキみたいなやつで、ちょっとこれ聞こうかな。本当に面白いよね。いやだからね、いいじゃん、だから君たちはだからそういう不特定多数の女の人がいっぱいいるのが信じられないんでしょ。ナンパして遊んでセックスしてっていうのが信じられないんでしょ。で信じられない結果、ごく一部の人間のアンチたちがね、風俗嬢だなんだってなんか言ってんでしょ。なんでそうなのかねってさっきも言ったけどさ、ダメー。俺キャリー大好きなんだよね、日本人で好きなんだ、キャリー。うわー
長い素敵なショー。ほんでそれでガッキーの動画ですごい来た。なんかもう今までは警察とのやり取りが面白くて見てたんですけど、なんかこういう動画はなんかいい年こいというのはまあよく覚えてないけど、そんねんの類のメール米がまあ量産来た、たくさん来た、本当にすごかった。本当もう中学校の時なのね、バレンタイン並みに来たわ本当にすげえ来た。いやだからいいじゃん、だからそれでもし飽きたんだったらもういいです、どうぞ見ないで、もうポチってその解除しといて、あのなんだっけ、チャンネル登録原宿でイヤホイって感じじゃん、もうイヤホイって感じじゃんねえ、原宿でって感じでしょねえ、そのいちいち米にする意味ね、飽きましたとかチャンネル登録解除しましたとか、うるせえわ、どうでもいいよ、もうお前に見てくれとか俺言った覚えねえしね、で結局なんだかんだ見てんだからもう別にいいしね、そうね、まあそんな感じだ、ガッキーで嫌いになったっていうラインじゃねえ、もうメッセがいっぱい来たんで、どうぞどうぞご自由にしてください。だから信じられないんでしょ、ナンパしてああやってナンパしてね、ね、セックスして遊んでね、また他の女の子と、まあ俺いろんな動画で載ってるじゃない女の子が、そういうのが信じられないんでしょ、これさっき言ったっけ、もう眠いが全然ダメ、なんだっけ、I was the key でしょ、そう信じられないから、信じられない結果ね、こうなったわけじゃん、あそのアンチの米ね、でどうでもいいわ、だからお前らのそのね物差しだけでね測んなよ、いろんなね人がいるんだ世の中にはね、タイガーウッズ病みたいなやつ、俺誰なんだ、俺ほんとね、もう俺すごいカマチョなの、だからまあそのさっきも言ったけど、うん、まあいいとね、2、3、4、5、5人、彼女が1人でセフレみたいなのが5人いるのよ、だからあのね、ダメだな、ラジュクでそのだから月曜日 A ちゃんと遊びましたね、 A ちゃん好きだよ好きだよ、かまって大好き遊ぼうってやるでしょ、で次に火曜日になります、で次 B ちゃんと遊びます、そうするともう A ちゃんはもうね、はるか時はるかもう彼方に行っちゃうの、もうその時はもう B ちゃんが大好きなの、 B ちゃんって遊ぼう遊ぼうって、まあ向こうもそうだけどさ、遊びましょうって来るけど、で で水曜日になると C ちゃんってなるの、面白いでしょ、変わってるでしょ、うん、それは俺はすごい思う、もうワンツーイヤーホイって感じだよね、ほんとゲスなのよ私、だから別にそれに関しては否定しない、うん、なんかいつもの米とかはまあああって言わしてるけど、まあ今日のこの動画についてはうん、あえて否定しない、うん、だって俺ゲスだもん、それは自分で分かってる、うん、それはすごい自分で分かってるから、それに関してはまあうん、だからそれがもし気持ち悪いとかね、ゲスだとか思ってる人がいるんだったらまあそれでしょうがないんじゃないかなって、それだと俺直せない、もう生まれた時からこれだからさ、あれ止まっちゃった、あこれ日本の曲のプレイリストか、ちょ待てよ、どうしよっか、あ晴れて、なんだなんでこの攻めたこと飛んだよ、そうだ、それは別に構わないけど、でもそれをどうのこうのした方がいいんじゃないんですかってコメント欄に書くのはどうかと思うよ、だってお前の意見じゃん、別にお前の意見聞いて、うん、さっきも言ったけどさ、それを取り入れるわけないじゃんね、はいね、あとなんか言ったことある、もう眠くてだめ、これもう4時になっちゃう、もうないよね、もうイヤホイ言ったよね、だからいいじゃん、だからね、そういう遊びがね、だから年が相応とかなんか言ってるけど、じゃあ何、若い子しかナンパしちゃいけないのって話じゃん、いや俺なんていずれもナンパしてるわ本当にね、ほんとに あとさ、あと今また米で来てたんだけど、さあとこれ見せちゃダメなんだっけ、ダメなんだよね、お前こんなたかだか小遣いのなんだっけ、小遣いのためにこんな動画上げてって言うけど、いや私結構収益多いんですよこれ、だから今日8月19日ね、あれってさ、YouTube のって Google からさ、毎月22か23か24に Google から振り込まれるんだけどさ、最近これ名前変わったよな、 Google、 あれ何だよこれ、 Google かってなってたんだけどさ、すげえ昔やってた、今度 Google かっこドってなってんだよ、ドはどうなっちゃう、ドかな、いやまあそれはいいんだけど、うん、だから
だからなんかね、そうこの間もね、まあいいや、この話はどうでもいいや。だって今19日でしょ。で今再生総再生時間がさ1億だって1億分だよ。1億分いっててさ、視聴回数がさ296万7623回いってんのよ。でこの間もなんかコメントできてさ、なんか1回 0.1 円なんだろうお前とか言ってたけどさ、じゃあその 0.1 円じゃない時もあるのよ。あ、その動画まだ出してないっけ。そうそう、よくあんのよ、なんかお前 0.1 円だからどうの。じゃあお前動画出してねえだろって、いろいろあんのよこの収益のシステムも。確かに基本 0.1 円かもしんないけどさ、全然違うのよその視聴回数の期間、期間によって全然違うのあれ。そう、本当にだ1年間で、だ今ヤクザ動画見るとさ300万回ちょっとだけどさ、まあ1年経ってないけど、1年経たないで300万回生と2年間で300万回生だと全然スパンが違うからね、収益の幅が違うの。だってあのヤクザ動画今300何万回で今これ見てるけど、だって8000ドル稼いでるよ、80万稼いでるよあの動画1ヶ月1年で、すごいよね。まあいいや、だからそのね、君たちの思ったことが全てじゃないからね、うん、まあつまん、もう面白くない人は見なくていいんで。まあ、とりあえず今日はあの女の話、そう、うん、まあそういうことでね。はい、じゃあすいません、じゃあ明日私ナイトプール行ってね、ちょっとね、もう明日たまんないでしょ、やばいでしょナイトプール、ドスルルって感じだよね。いやー、あのもう一つは明日3人4人で行くんだよ、女の子3人俺1人で、まあ、みんな女子大生なんだけど、まあ一人そのさっきも言ったけど背ちっちゃい子がね、おっぱいでかくて背ちっちゃくてメイクでくれて超可愛いの。そうで、もう一人の子がなんかすごいなんかもう見えちゃいそうっていうぐらいの水着を買ったって言っててさ、でまあさっきのうちの女の方はなんか普通のあれらしいんですけど、でもう見に行ってね、もう私の物干し竿にね水着かけるしかないでしょ。すいません、なんでもないです。はい、すいません。ね。ね、女はね、時間と金をかけてなんぼですからね。はい、じゃあそういうことで。じゃあお疲れちゃんです。